写真拡大。広島阪神4日マツダスタジアム。前夜は近本の8号決勝弾で今カード1勝1敗とした阪神。3カード連続勝ち越しを狙う一戦でマウンドを任されるのは岩田だ。前回登板の7月28日巨人戦では3回9失点と炎上。休養の福留に代わって7番左翼に高山が入った。広島の先発の久保は今季5勝5敗、防御率3月16日だが、阪神戦は1勝1敗、同4月15日となっている。スタメンは以下の通り。阪神1番中堅近本、2番遊撃糸原、3番右翼糸井、4番三塁大山、5番二塁スラーテ、6番一塁マルテ、7番左翼高山、8番捕手坂本、9番投手岩田。広島1番中堅西川、2番二塁菊池涼、3番左翼バトル。